さて茶島、下から行った満田のフリック、左足、河村強烈、うん、バッター山田、うわここは狙っていた河村、さあカウンターなるか、運ぶ河村、左足のシュート、クロスバー、まあ、周りにあまりこうサポートがいなかったんだよね、シュートっていう選択しましたけども、素晴らしいですね、そして森島が運ぶ、河村も出てきている、野上もサポートの動き、河村狙っていった、河村これですよ、河村のこの左足、まあ、蹴り方から、さあその満田の右足です、ヘディング、タイミングはドンピシャでした、最後河村です、横に並行して並んだ時は相手のディフェンスの前にグッと入ってくる力強さというのが非常にありますね、はい、裏返した3列目から河村だ、東から河村、河村背負って使って森島来たですよね、まあ、彼の強さ、河村のこの、まあ、前半からやってましたけども、彼のこのランニングの質っていうのは考え方もあると思いますよね、はい、まで行きましたね、非常にこのドリブル の、 この角度の変え方もうまかったですし、まあ、伊藤選手の後ろからの絡んでいきます、ピエロス粘る、河村左打ち、まあ、そういう意図は悪くはないと思いますね、稲垣が後ろから行きますが、おお抜けてきました、河村拓夢、河村がシュート、ポスト、おーどうかす、ビエイラブロック、クロスボール、ベンカリファのボレー、どうかな、河村クロスバー、ドーグラス・ビエイラキープしてのクロス、残して河村、河村、河村来た、はい、うまく入れ替えてシュートを、ね、自分で打てる、で隠す形で森島の津田の2枚が立っています、これちょっと面白いですね、はい、河村が直接行った、東から今度は佐々木、東、河村に出た、フリーでかわして、かわして右足打った、キム・ジンヒョン止めました、もう一度札幌ゴールできますからですね、はい、さあセンターを割った広島、うん、塩谷から河村だ、ナイスタッチ、河村のシュートし、まあ、ボールの、ね、受け方も河村選手良かったので